こんにちは、石山宏司です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第473回です。石原先生、徳光社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日は第15回公開収録にてお送りしています。えー、質問です。男性の方ですね、30代、ホームページのセミナー情報からお越しいただきました。えー、質問がビジネスを発生させる力についてです。 石原様、石山様、いつもポッドキャストにて有益な情報をご提供いただきありがとうございます。1ヶ月前にポッドキャストでこちらの番組を知り、1日平均5回ほど隙間時間に多くの学びをいただいております。先日、成功曲線を描こうも購読させていただきました。表面的な仕事の成功ではなく、人間として仕事もプライベートも含めて成功するための視点、考えが随所に書かれており、生きてきた中でこれほど影響を受けた一冊はございません。本当にありがとうございます。 私は3年前に独立し、個人で広告代理業をしております。具体的にはスポンサーを集める営業やイベントプロデュース、企業の PR をしていますが、自分から営業活動をしない限り仕事が発生していません。しかも今のクライアントは前職のつながりで得たものです。また、いろいろなことをしているので、専門性がないように見えるのではと感じることがあります。 大学を卒業後は広告代理店や出版社などで主に広告営業を担当し、著名なブランドのプロモーションやクリエイティブの企画に携わっておりました。しかしながら自分には突出した専門性らしきものがなく、著名な会社の出身ではないという部分にコンプレックスを感じています。以前の職場で得た人脈から仕事が繋がっていくのは悪いことではないのですが、新規のクライアント企業から仕事の相談をいただく、つまり仕事を発生するには、どのようなことをすればいいでしょうかと。 いうことです基本的に今、スポンサー営業、イベントプロデュース、企業の PR など、まあ、多岐にわたってやっているということです。はい大体こんな感じですね、質問。あっ、はい、まず石山さんがどうぞ、もからないですね。最初に言うと、はい、斉藤これも、ご本人はどちらにいらっしゃいますか、はい、いるのあ、すごいね、今日あ全員います、今日は。 いると真面目に答えないといけないちょっとサイトを見させていただいたんですけどその特に一番最初にイベントプロデュースのところが書いてあったんですけどプロデュースをしたイベントのこう結果というかその細かい本当に細かいディテールでこういうことをやったっていうあの例えば画像とかえっとスポンサーの声とかあと写真とかをもっともっとたくさん乗っけてまあ 会社の売り上げのシェアですね、そこがどこが一番大きいかがポイントなんですけど、大きければそこにやっぱり僕は突出した方がいいかなっていうふうに思いました、すっ当な答えを言ってます、はい、このような会社員時代に広く浅くできることを身につけてしまったタイプの人間が、個人で仕事を得るにはどのように見せていくのが良いでしょうか、何をするのがよいでしょうかってことですよね。うん あのね、これものすごく真面目に答えると <laughs> もう今目の前でやってる仕事そのものにチャンスがあるんですねよくそのあれなんですよ仕事は仕事で終わりにしちゃう人が多いんだよね、うん、ああ終わった終わったってじゃあ次の人どうしようかなってってまた営業活動をしてすいません僕こんなことやってますけど僕にお仕事くれませんかって言って仕事が取れるじゃないですか。でやっててるる時にもう仕事することとしか考えてないと はい終わりましした、うん、でそこでで切れるでしょさあじゃあ次にどうしようかなって言って誰か僕に仕事出してくれませんかっていうふうにこうどうしてもそういうような発想になっちゃうんですよね。うん、ところが仕事っていうのは仕事をやってるその時が一番発生させやすいんですよ、うん、次の仕事はね。じゃないだから、まあ、仕事が何にもないとこからはまず作んなきゃいけないけどできた仕事で次の仕事も同時に発生させるっていうふうな思考を常に持たないと。うん こう連鎖が起きな僕はあのほら元ねプロ野球の先生の方なんかのプロデュースをしててうちの会社がなんか池がかり所をマネジメントすることになっちゃったわけですねそれで,で彼に言ってるのは何かっていうとまあそのプロ野球の世界って言っても実力の世界っていうとですねなかなか難しくて例えばねいくらパフォーマンス出してもあの商業活動で監督もいれば観客もいたりとかね、うん、するので まあ実力だけじゃなくてその方たちに好かれるとか好かれないとかいろいろあるわけだよね、うんはい、そんな感じでちょっと怪我してさ若手の人が来ちゃったら、うん、もうそいつがこうなんかテレビ的に人気になっちゃったら二度と出れないみたいなになるので, <laughs> です,、ね、すごい大変なんですよねでそれに比べて公演っていうのを自分ができるようになれば、ね、で自分がプロ化していけばさプロアアマチュアじゃん、ね、で普通の公演家の人ってすっごい面白いんだけど公演真剣にやんないんだよね あ、終わり終わりってやっつけ仕事するんですよ。それで,で、じゃあ30万とか50万とかのもありがとうございました。つって、さあ次の公演どうしたらいいんでしょうかってやるから、うん、何言ってんのって話で、あなたはもともとプロだったんで、その、聞いてる人たちが、あもう一回聞きたいとか、会社に呼びたいとか、うん、もうどっかで一体紹介したいってなれば、これ無限連鎖するんだよね。はい、無限連鎖でしょだ最低でも公演した時に5人とか5社が、 うちに来てくれっていうふうなレベルになっちゃったら、うん、もうプロ野球の収入なんかもはるかに超えるぐらい収入になるんですよ、うん、まあその方なんかもっと1億円以上をもう5年も10年もやったような方だからねでも年収で1億円取ろうと思った時にねまあ頭ちゃんと計算するとすぐ面白くて1回の公演が80万ぐらいまでいけばさ、はい、80万っていうことはさ月に1回やればだよはいね12回やるから年収1,000万だよ、うん っていいうことじゃないですか, 1>,、はい、だか1億円って意外に簡単に手に入るし、うん、あのプロ対プロですんごい球投げてくるやついるじゃん <laughs> あのね,あのねそのチームのね本当に何だろうかなエースって打てないらしいで,、うん、でどうやってこいつを打ち尽くすかっていうと1番目から9番目が息抜かないように全員で攻めると大体3回か4回か5回目ぐらいに相手のピッチャーがおかしくなって、ね、疲れちゃうってことですね でそれがほら自分勝手にホームランだけ打とうとかさ、うん、このピッチャー疲れさせようなんて思ってなくて、はい、あのパフォーマンスやっちゃうと絶対チーム勝てないんだと、うんはい、だからお金でガン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 ンいっぱい引っ張ってきても、うん、バランバランになっちゃうとチーム力がないって言ってさなるほどでそれに比べて年俸少ないチームでもものすごいピッチャーでももうね気抜けさせるんだってもうあの、うん、ルインに出たらずっとリードするし。ああ あの、粘るし、あの、どうせ三振するんだったら、20球打たせて三振するとかね。うん、っていうふうに崩しに行くわけなんだって。だから、そういうの聞いたら面白いんじゃないですか。はいうん、それ、そういうの喋って喋ってって言いながらで <laughs> それで、そんで、リピートさせていくわけですよ。うん、だから、この場合の彼も全く同じで、はい、実は、そのイベントやってる時に関わってる人たちが、実際に、この人と仕事したらすごくいいなとか、うん、 そのイベント全体の成果もあるんだけど一緒に仕事してくれる人たちがあなたを選ぶかどうかっていうことが次につながるわけですよね。っていうことをものすごく気遣ってやった方が良くて多分ねイベントって何社ららいいいががるるん、うん、うん、ですかねじゃなの結構な規模だったっていうふうに思ったんですけどそんな感じですか うしゃべってる本人がいかに喋りやすいかとかさ登場してる人たちがいかに気持ちよく自分のパフォーマンスを発揮できるかっていうのは1個文脈があるよね、うん、それからセッティングしてる人間たちっていうのは結構邪源に扱われて大変なことがすごく多いんですよ、はい、それを事前に確認しておいてあげることをもう無理なくさせちゃったりとか、うんはい、物を忘れる人も当然いますから忘れた時にこっちは全部揃えておくってことをやるとかね。うん あるいは個人だけじゃなくてそういうチームをきちっと作っといてどこにそのリピートの糸口があるかっていうのはさお客さんだけの評価じゃなくて参加してる人とととかかななんん全部だけどねねそうです気遣遣いい心これあのちょっと今日無理やり話くっつけるんだけどアーティストをサポートしてる。 ときみさんから見たときにアーティストそのものの人柄とかセンスってすっごい重要でしょめちゃくちゃ重要ですね。なるほどっていうか私も実際に、うん、あの若手のアーティストの作品買うことあるんですけども。うん、あ自分でも買う買いますねでそのときに 役、まあ、読でもあるんですけどやっぱり作家と直接話ができるんですよで、はい、そ,そいつと話をして、うん、こいつ面白そうだなと思ったら、うんはい、作品がいまいちでも買います <laughs> つまりあのー、例えば今めちゃくちゃいい作品を作ってる、まあ、作家がいて作品が面白いんですよ、はい、で作家と会って話をしました、はい、そしたらあれ ということはその時のその作品今がピークでも来年になったらもうやめちゃうかもしれないし新しい世の中の流れについていけないやつかもしれないしっていうのがあってそういった意味で私作品よりも圧倒的に作家を見ますというのはおそらくそれって起業家と投資家の関係性が近くて。 投資家の方っておそらくそのまあスタートアップの会社ってビジネスモデルだけを見て出資するわけではないと思うんですよね、はいはい、そのまあ起業家がちょっとこうすげえかなみたいないこの人ベンチャーにいたからまさにそうで,、はい、そうですね、あのー、僕もそうで経営者がどうかなんですよね突き詰めていくとねその人応援されるかどうかなんですよはい ねで能力なかったら能力をつけろっていうもん、ね、まあそうですね。だから、うん、まあ、ビジネスモデルも大体最初失敗してピボットするじゃないですか？うんうん、そういった意味でいくとまあ、今ちょっといまいちあれだけれども面白くなるかなと思う。と。まあその作家を買ったりとか応援しますんで、うんうん、そういった意味では今のビジネスモデルよりも本人が。 はい、キャラクターが良ければ何ていうんですか、はい、例えばスーパージェネラリストみたいな専門,性あ専門性全くないけれどもスーパージェネラリストみたいなところを、はいえー、気に入る お客さんも例えばたまたまクライアントのお客さんがずっと総務部門とかをずっとやってて専門性がそんなにないけれどもっていう人は逆にそのスーパージェネラリストに対して好意を抱く可能性はあるかなとも思いますね、うん、結構こうクライアントの企業って大企業が実は多かったんですよでなんかブランドそこについてるから僕は個人的に思ったのはそのブランドをもっとうまく使った方がいいんじゃないかっていうふうに思いました聞こえてますかね あ,のあとはね、はい、もうね,ががんとね頑固で気難しくて <laughs> あのすっごい難しい人っていうのは真剣度が高いんだねああなるほど要,要するにこういう,こう会場なんかでもそうなんだけど、まあ、適当に過ぎればいいやって思ってる人って結構多いんじゃないねところがみんなこれどっから来てるかって相当なとこから来てたりとかするわけじゃん,んでしかもあの人がここに集まるってことはさなんか他に用事があってさいや本当はね なんか庭の掃除しなくちゃとかさ <laughs> あのそのしかも庭の掃除がなかなか緊迫してて <laughs> あのめったに休みがなくて奥さんに,になんか土曜日とか日曜日ぐらいは家にいなさいみたいなのをさ、うんね、振り切ってきてるかもしれないじゃんそれに対してそういう雰囲気を感じないでこういうセッティングする人って結構最悪っていう感じがするんだけど、うん、まあでもそれって言ってるとねキリがなくなっちゃうんだけど、はい、だからそういうようなことも醸し出しながら。うん やってるから気難しかったりとか、うん、どうしてそこの音はめるの失敗するんだって話になったりとかするんだけどね。はい、あのそういうのがご自身やご自分のチームが分かっつって、すっごい面倒くさい人に気に入られたらもうだってその人がいてくれれば自分が気難しくなんなくていいなんてなったら、はい、もう二十四時間どこでも連れていくよっていう感じでしょ。うんはい、だがそういうようなところでとにかくまあさっきの話に戻るんだけど、仕事してるその場が。 最大にリピートすするチャンスなんですよ僕はマーケティングを教えてますけどそのマーケティングは一回仕事発生したらきりがないほど広がっていくことの方が普通なんでね。うん、だからみんなその何だろうかな仕事はゴールで「は終わった終わった」と「お金もらったからはあ終わりね」みたいな感じになって、はい、次の仕事を作り出すまでにめちゃめちゃ時間かかるっていうかさ、えーはい、あれ何なんだろうね。<laughs> そうですね次につながるように紹介が来るようにということで結構紹介してくれ紹介してくれって言ったりしますしないあの言うと結構紹介してくれるんで普通に紹介してくれます、はい、ええー、なるほどねちょっと長くなっていい,い,いもうちょいあと5分ぐらい行きますあのね,あのね <laughs> 営業は断ることばなってもう一回真剣なんだからいよあれ4ステップマーケティングで集客見込みのフォルで販売顧客化でしょうん あの顧客化なんかね日本中の企業でどこもやってないから、うん、言葉としてはあるけどもうやれてる会社がないですよだからリピートしないし口コミがされないのね、うん、あのだから企業が30年で終わっちゃうんです、うん、企業30年説って大した顧客化やんない会社がみんな潰れてくるだけでだってさお客さんになってさお客さんになったら自分のことちゃんと教えて 相手のことちゃんと分かって、相手がやりたいことを一生懸命やってあげればいいわけじゃん。さっきのイベントだったら、そのイベントやりたい方は何で頑張ってるかとかっていうのをもっと数字上げればいいんだし、はいはい、来てる人たちが何の意図で来てるかってもっと真剣に考えるんだよね。はい、一番真剣なやつがそこのリーダーになるんです。はい。っていうことでしょで、長く付き合ったところが何をしたいと思ってるかとか、んなどんなことが問題があるんだって言ったらさ、はい、それヒアリングしてさ、 自然にビビジネススととかかサービスとかが発生しちゃうんですよだから企業っていうのは面白いんで勝手に自分が売りたいものを売るっていうとこから始まるんだよね。でそれを買ってくれた会社が買ってくれたクライアントが、まあ、最初はこっちの言いたいことを気に入って買ってくれるだけなんだけどそこに入ってったら、はい、そこでで起きてるる問題とか山ほどあるわけですねそれを順番に開発していくと商品やサービスとかがどん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 ,どん出てってきてこれがね販売コストゼロで売れるんだよはい どんだけ儲かるかかというこがらその会社がどん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 発展していけば発展していくほど、うん、当然この顧客化してる会社はどん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 発展していって、うん、ずっと会社が自分たちにヒントを教えてくれるから商品開発とかさビジネス開発なんか無限にできちゃって大変なことになるのに何、はい、か分かんないんだけどみんな売ることばっか考えて、うん、売ったらおしまいっていうのはあれ何なんだろうね。本当に問題解決 仕事は親切とうちの会社っていうか結果としてうちは4ステップマーケティングめちゃくちゃやってるからコンサルもどん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 幅が広がっちゃって何やってるか分かんらなくなってるんですよ。来年どうな,んなのっていうのはそれは顧客に聞いてくれって感じであるところからうちの目標じゃなくなって顧客の目標がうちの目標になっちゃってるから全然楽でただ想定しないところにうちに来ちゃったからね最近じゃあ本当にあの何だろう事業継承者の。 結婚相手のメンタンとかねわ、うん、<laughs> かりますこれ <laughs> それとか孫があのボーディングスクール行かなきゃいけないからっつうんで、うん、スイスのボーディングスクールの調査とかやってますよ、はい、あそうやってるんですねやってるやってるだってそれはだっててそこから無限に仕事が取れてるんですよなるほどでそれがに引き続いてうちはプラットフォームがものすごい巨大化しちゃって、うん、そのプラットフォームがもうなんかこう ガガンガン広がっちゃってこのほら徳さんもうちのプラットフォームに乗っかっかてるわけですよねうん、うん、この間もメトロポリタンとか無理やり連れてかれてさ <laughs> ですあのメトロポリタンの経営の人たちであったけどそんなの僕は想定してないんだけど楽しいよ仕事って入れば入るだけ無限の世界があるの、うんはい、だけど誰もその無限の世界に行こうとしないのってなんだろう、うん、けどアーートトも実はリピート率って、うん ビジネス上すごく重要でですね。はい、うちもだいたいリピート率40%ぐらいで、うん、まあまあ高い方なんですけども、うん、実は。 一回、その作品を買って部屋に飾って満足するお客さんって、うん、実はあんまりいらなくていらなくてい,やいりますけど、はい、あの、<laughs> あえーリピート率な購買のリピート率ですね、で、<ー>買っていただいた後に、それをもう一回タグボートを経由して売りたいっていうお客さんもいるんですよ、うんはい、で、10万円で買ったやつをタグボートでじゃ売りますって言った時に、それが20万円でうちが売ったら、うんはい、そのお客さん、またもうるわけじゃないですか、うんで。なおかつこのアーティストが一重 してくなのでそういうまあリピートしていくお客さんというかもう壁が全部埋まっちゃってもう飾るとこないけれども買っていただけるお客さんというのはまあ正直資産としてアートを見てるお客さんつまりで自分の持ってるやつを売ってで10万が20万になってその20万が50万になってというそのわらしべ長者をいっぱい作るというのがなんかアートビジネスとしては一つの。 方向性ななのかっってていう,ふうに私は思ってますね、はい、インターネットがなんとかかんとかっていう前にさ、はい、無限に広がって全部つながってんだよ人間社会って、うん、でそののたたまたまの入り口が今ついてる仕事だよ、うん、だ今月のお金稼いでるとしたら単に稼いでおしまいになっちゃうんだけどこ、はい、んな面白い入り口の中を縦横無尽に入ってっていいってみんななんで気を付かないんだろうね。<laughs> それ気づいちゃったんでしょっていうか石原先生の本を読んですみませんすみませんはい何だよねわかるだから今いいところにいるからもう無限に入っていけばいいんだよそうですねんかもうちょっと経ったらレディー・ガガのさプロデュースとかしてるよああさすがですいやだって本当いっぱいいますよそういう人ですねはい 石原明の経営のヒントプラス、今日は第473回でした。石原先生、徳光社長、ありがとうございました。